ちは。こんにちは。あれ、ゆたかさん。はい。普段ゆたかさんって右利き左利きどっちですか。まあ右だよ。右。あれでもバッターボックスだったら左だよね。あれ？これは、はい、俺よく聞かれるんだけどさ、もう生まれた時っていうか野球始めた時、バットを振り出した時にもう左で振ってたらしいよ。右じゃなくてですか。右じゃないんだよ。だからそのまま、まあ王者に憧れてたっていうのもあるし、はい、まあ、小さい時から、まあ、野球は親父が好きで見てたんだと思うんだけど、はい、やっぱ左で打つもんだというふうに思ってたんだろうね。じゃあすんなりもずっと左で。あ、だから作られた左じゃなくて、はい、まあ、逆に右の方が違和感があったぐらいだからね。じゃあ今でも右やっぱあれですか、なんか変な感じですか。いや、だからノックとか打つんでも左だもん。右投げ左の人って、はい、右でノック打つ人が多いんだよね。はい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 。左で打つ人ってあんまり少ない、うんうん、だけどゴルフは両方、あ、どっちもいけるんですか。レフティーどっちもいけるな。あ、じゃあ得じゃないですか。何が得か分からないけど、得だってたって入れてる本数一緒だからな。まあ、確かにそうですよね。ここは右、ここは左って変えるわけにいかないですもんね。じゃあ野球で言うと、はい、これどっちの方が、例えば右打ちの選手の方がこうとか左の方が早く塁に行けるとか、なんかそういうのってあるんですか。まあ、あるよね、うん、だからよく言われるのが足が速くて、その足を生かすために一塁に近い左打席の方がいいだろうとか、そういうことはあるにしても、俺はそういう考え方って反対なんだよね。それはやっぱ打てなかったらどっちみちしょうがないという、はい、しょうもないという、うん、戦力にならないという、うん、だから俺は思うんだけど、小さい時はなぜ両方教えないのかなと思うよね、はい、小さい時って柔軟だから、はい、左も右もできるはずなんだよね、はい、で練習をずっとそういうところから積み重なっていくと、うん、必ず両方打てるようになるんだよね。あ、じゃあどっちか選ばせずに最初のうちは右でも左でもなんか遊び感覚でやってた方がいいっていうことですね。あのね、これゴルファーが言うんだけどさ、小さい時から始めてる子と高校からぐらいから始めてる子では、もう経験値が全くそこまでに行く経験値が違うんだって。だからもう ちょっとした小技とかそういうのはもう小さい時からやってる人たちの方がうまいらしいんだよ、やっぱり。だから小さい時から右も左もやっとけば打てるようになるよ。あ、そうなんですね。それとやっぱ考え方があってさ、はい、スイッチの人って右投げ、ピッチャー右だったら左に入り、うん、左だったら右に入るっていう、もうそういう先入観というか固定観念を捨てた方がいいよね、はい、あれってなんか相性とか、まあ、あるけど、はい、例えばピッチャーが右バッターを苦手にしてるピッチャーがいるんだよね、やっぱり、はい、インサイドに投げられないとかさ、ああ例えば、はい、藤浪とかは左ピバッターに対しては投げやすさがあるんだよ、はい、それなんでかっていうと抜けるから、うんうん、でも相手が嫌なのは右バッターなんだよ、うん、藤浪が嫌なの。それはなぜかというと抜け球が当たっちゃうかもわかんないっていう恐怖があるわけでしょ、はい、それバッターも嫌だよ、うん、でも相手に対して嫌なことをするんであれば、スイッチヒッターでも右に打席立ってもいいじゃない。そうですね。そのピッチャーが苦手としてるかもしれないわけですからね。そうそうそう。だからこの前屋敷が来て遊びに来てくれたで、遊びに来たでしょ。YouTube に。で、屋敷もスイッチヒッターなんだよね。はい、で、例えばサヨナラの場面、うん、相手右バッター、はい、あ、右ピッチャー、はい、左で倒すんだあいつ。うん、左でのホームランの確率はものすごい低かったんだよね、あいつは、はい、なんで右で立たないのかなと思ってた。言ったことはなかったんですか。いや、お前サヨナラのホームラン狙うんだったら右で立てよって言ったことは、うん、1度や2度あると思うんだけど、うん、右の方がパンチ力があるんだよ、屋敷は、はい、半端なくパンチ力があるんだよ、うんうんうん、だけど左に立つ。それ右バッターだからやっぱもう固定観念なんだろうね。右ピッチャーだから左に立った方がみたいな、うん、まあ、そういう練習もしてないし、はい、だからいろんな練習があると思うんだけど、うん、そういうふうにスイッチヒッターを分けていくと、はい、まあ、柔軟にしていくとかね、うん、
柔軟にしていくともっと野球は変わってくる可能性があるよね、うん、面白い面白いですね。なんか豊さんの印象に残ってる中のスイッチヒッターとかっていらっしゃいます？選手とか例えば場面でもいいですけどシーンとかでも。いや松中がやっぱりいいスイッチヒッターだったよね。右も左もホームラン打ててみたいな、うん、すごいですよね。で3割打ててみたいな、はい、だからバランスのいい選手だったね、うん、でまあ広島って当時1番高橋義彦、2番正田、3番山崎とか3人スイッチヒッターが揃ったからね。ほわすごいですね、うん、それもバランスがいいし、うん、でも義彦さんは左ではあれだったけど右だとパンチ力あったりとかさ、でも途中で左も打ち方を覚えてパンチ力が出てきたとかさ、はい、で正田は左で首位打者取ってるでしょ、うん、スイッチヒッターで、で山崎は龍造はすごくバランスがいい、うん、で彼らは全部プロになってからスイッチになった選手たちだからさ、それまではもうどっちかだったんで、もう全員右だったよね。へー、うん、だから明らかに右に立った方が嫌だったのよ俺なんか守ってて、はい、左は当てに来るとか、うん、あんまり長打は考えなくてよかったんだけど、うん、だけど右に立たれるとあこれ一発いかれるんじゃないかなとか、うん、そういう恐怖はあったのを覚えてるよね。相手に対してのプレッシャーにもなりますもんね。なるだからスイッチヒッターって、うん、だいたい右から左に変える人が多いよね。左から右に変えるっていう人もプラスするっていう人は、はい、あんまりないよね。俺がそうだったんだけど、はい、関根さんに、うん、お前右で打てないのかって言うから、はい、いや打てないことはないと思いますって言ったら、うん、まあ打ってプロで6本ヒット打ってんだけどさ、はい、右でね、うんうん、でも左と左で嫌じゃなかったからね。嫌じゃなかった。なんで変えるのかなとか思ってたんだけど、うん、だけどまあそういうのが一つの武器になったかもわかんないね。続けてたらね。そうですね、うん、だから、まあ、考え方だよね、うんうんうん、右だから左に立つ、左だから右に立つっていう固定観念じゃなくて、うん、このピッチャーは右バッターに弱い、うん、この左ピッチャーは左に弱いってなるとさ、はい、やっぱそっちの打席で立った方が良くない？いや、確実にね、ヒット出せていけるんだったらとか、フォアボールが多くなるとか、そうなってくると、だからそういう固定観念に縛られない方がいいよね。ですね、うん、それとやっぱり教育的にはもう小さい頃から野球って両方で打つスポーツだよって、それを教え込んどけばさ、うん、両方練習するし、そうですよね、両方打てるようになる、うんうん、無理やりプロになってやると時間かかるからね。大人になってからね、そう、うん、大変ですよね、そっちの方が。だからもう野球はスイッチ当たり前っていうふうに、ね、しとけばさ、うん、いいですね、これは大きな武器になると思う、自分の。ですね、うん、でもバッターはスイッチヒッターとかありますけど、ピッチャーって難しいんですか？なんかこれはどうなんだろうと思って。これは難しいよね。やっぱり難しいんですか？まあ、難しいけど、うん、本当に小さい頃から投げてたら、うんうん、それもできるようになるよ。ですよね。それは絶対なるよ。右左で。だって生まれた時はどっち利きかっていうのは、うん、大体あんまりないんだもん。あ、そうなんですか、ね、子供の頃って、うん、赤ちゃんの頃って、うん、大体左利きだって言うけどね。え、右じゃないんですか？右じゃないと思う。大体子供っていうのはなんか左でやろうとするよね。本当ですか？なんか外国だと左利きが多いイメージで、日本だとなんか右利きが多いのかなと思ったんですけど、まだ決まってないんですかね、それ。いや、それ教え込んでたら両方使えるようになるよね。あ、そっちの方がいいですよね。その方が絶対いい。脳の発達とかそういう意味でも、うん、もうね。だからピッチャーとかもなんか両方なんかね、やってたら面白いのかなとか。だって水森アト、水森アトさん、あ、両方でかける、そうですよね、うん、でも精神的な、左で書いてたんだけど、うん、だけどお父さんがやっぱ女の子は右ね、うん、その方が行儀がいいって昔ってあったからね。だからそれで無理やり右で書かされて、うん、ちょっと精神的におかしくなった時もあったんでしょ、こううまくいかなくて、はい、そしたらもう両方書けるようになったと。でそれでか一つのね、仕事というか職業とか才能になりましたからね。だから小さい時って俺、うん、何でも可能性があると思うんだよね、うん、
だから何でもやらせた方がいいと思うよ、うん、いや左に育てるとかさ、はい、そんなんじゃなくて自由に両方できるようにする、うん、だ両方できるようになったらこれはすごい武器になるよ、ですよね、戦力になるよ、ね、いやだから本当今ね小さいお子さんお持ちの親御さんとかなんか野球進めたいなって方いらっしゃったらもう右左関係なく両方でやらせてみてっていう、そう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 、うん、まあ、その方が可能性が大きく膨らむということで、うん、そうですね、はい、ぜひ皆さん実践されてはいかがでしょうか。